職業能力開発総合大学校。職業能力開発総合大学校。職業の売り欲開発総合大学校。は、東京都小平市小川西町二丁目32番1号に、本部を置く日本の省庁大学校である。1961年、昭和36年に設置された。大学校の略称は、職業大学。長期課程、学士。 工学を取得できる家程及び研究課程、修士、工学を取得できる課程は2011年度、平成23年度入学生の卒業及び終了をもって廃止された。2012年度、平成24年度より総合課程、学士、生産技術を取得できる課程として2012年2月に認可が小平キャンパスに開設され、 相模原キャンパスは2013年3月末で廃止された。学校教育法の規定によらない教育訓練施設で厚生労働省所管の省庁大学校である職業訓練指導員の養成、職業訓練指導員の能力向上のための訓練、先端的な高度職業訓練、並びに職業能力開発に関する調査、研究を 総合的に行うことを目的とする。訓練課程、訓練科、強化の科目、設備等は、職業能力開発促進法施行規則に、定められる基準に基づく。職業能力開発促進法、第27条第3項の規定により国が、設置するが、雇用保険法第63条第3項、及び、職業能力開発促進法第96条。 並びに独立行政法人口令、障害、求職者雇用支援機構法第14条第1項、第5に基づき、国に代わって、独立行政法人口令、障害、求職者雇用支援機構が設置、運営する。本大学校の理念は、ものづくりと人づくりである。ものづくりでは、科学、技術、技能の融合を最重要視する。ものづくりを人に伝え、 次世代を担う人材育成にあたるための教育訓練が人づくりである。本大学校の総合課程、学部に相当の卒業者には、独立行政法人大学評価、学位授与機構への申請により、同期校長名で、学士、生産技術の学位が授与される。本大学校の長期課程、学部に相当の卒業者には、同期校への申請により、同期校長名で、 学士、工学の学位が授与されるが、同時に都道府県への申請により、都道府県知事名で職業訓練指導員免が交付される日本で唯一の教育訓練機関である。そのため、卒業に必要な単位は178単位、一般の大学は124単位以上と多い。本大学校の研究課程、大学院修士課程に相当の修了者には、 同期校への申請、審査及び試験を経て、同期校長名で、終士、工学の学位が授与される。職業訓練指導員が本大学校の応用研究課程を修了すると、職業能力開発大学校の応用課程を担当できるようになる。研修課程では、現役の職業訓練指導員が新たな技能、知識を習得する。本大学校の専門課程では、 現役の職業訓練指導員が別の職種の職業訓練指導員免許を取得できる。研究面の特色として職業能力開発の実践に必要な調査研究がある。生産現場の指導者になりうる人材の育成を目的とし職業訓練と大学教育の一体化教育を行う。入学対象者は主に高等学校または 中等教育学校卒業者で修行年限は4年である。授業料は国立大学法人の標準学と同学である。職業訓練指導員の養成を目的とし、そのために必要な技能や知識に関する教育訓練と大学工学部に相当する教育訓練の内容を合わせ持つ。入学対象者は主に高等学校、または 中等教育学校卒業者で、修行年限は4年である。授業料は、国立大学法人の標準額と同額であり、平成21年度入学者からは入学金も、徴収される平成20年度入学者では無料。4年以上在学し、178単位以上を取得して必要な要件を満足すれば、卒業と認められる。 職業能力開発総合大学校東京校、職業能力開発大学校及び、職業能力開発短期大学校の専門家庭卒業者は、長期家庭3年に編入することが可能で、長期家庭を卒業することにより職業、訓練指導員面を取得できる。しかし、長期家庭1年次からの入学者とは異なり、学士の学位を受けることはできない。 4工学科がある。各学科名と取得できる職業訓練、指導員免許の職種を以下の表に示す。上記の工学科には教員と学生が所属するが、他に担当教員のみが所属する専門基礎学科と能力開発専門学科、ともに学生募集は行われないがある。専門基礎学科は体育を含む一般教育を担当する。 能力開発専門学科は、能力開発科目、大学の教職科目に相当の授業を担当する。長期課程には、大学にはない次のような特徴がある。高度な技術指導力、研究開発能力を持つ指導者及び職業、訓練指導員の養成が目的である。大学院修士課程に相当し、入学対象者は、長期課程卒業者、 職業能力開発大学校と職業能力開発総合大学校傾向の応用家庭卒業者及び大学卒業者である。修行年限は2年である。学生は大学院と同様に授業料、国立大学法人の標準額と同額を支払わなければならない。2年以上在学して所定の単位を習得し、 研究論文の審査及び試験に合格すると終了と認められる。なお、研究課程を終了しても職業訓練指導員免許を取得することはできない。また、教育職員免許の専修免許に相当するような職業訓練指導員免許の上位の免許は存在しない。研究課程には工学研究科があり、次の3選考がある。各選考では、 高度職業訓練の職業訓練指導員、職業能力開発総合大学校東京校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校の専門課程の担当教員に必要な高度の専門的知識及び技能、応用なものを除く並びに研究能力を付与するための教育訓練が行われる。そのため、各専攻に関連する工学系科目だけでなく、 能力開発専門学科による能力開発科目も履修しなければならない。研究課程には大学院修士課程にはない次のような特徴がある。職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校東京校の応用課程を担当できる教員、職業訓練指導員の養成が目的である。入学資格は研究課程または 大学院修士課程を修了したもの、または同等と認められるものである。修行年限は1年である。応用研究課程には応用研究科があり、次の1専攻がある。この専攻では、高度な知識及び技能で、専門的かつ応用的なもの並びに研究能力を有する職業訓練指導員を要請する。応用研究課程の修了時には、研究論文の審査を受ける。 専門家庭の目的は、すでに職業訓練指導員の業務に従事している者、等に対して別の職種の職業訓練指導員免許を取得させることである。専門家庭は、高度職業訓練の専門家庭と同名称だが、これらとは目的が異なる別の家庭である。職業能力開発促進法施行規則では、指導員訓練の専門家庭、 高度職業訓練の専門課程と表記して区別している。入学資格は職業訓練指導員免許を受けた者、職業訓練指導員として1年以上の実務経験のある者、当該訓練課に関して2級の技能検定に合格した後に3年以上の実務経験のある者の,のいずかに該当することである。2009年度、平成21年度現在、 専門課程には以下の訓練科があり、終了すれば同名の免許職種の職業訓練指導員免許を取得できる。訓練期間は1年であるが、以下の表に示す特定の免許職種を所持していれば原則として6ヶ月となる。研修課程の目的は、主に職業訓練指導員免許を受けた者等に、対して12時間以上の訓練、指導方法、技能、 実に、専門の学科目を行い、技術の進歩に対応させるために、技能、知識を付与する子、あるいは技能や知識をより完全なものとするために、補修させることである。独立行政法人雇用、能力開発機構の新卒採用者の初任者研修も担当しており、教育訓練職、職業訓練指導員だけでなく、事務職も対象とする。 基盤整備センターは、職業能力開発総合大学校の、職業能力開発に関する調査、研究機能を担う施設である。具体的には、教材開発、訓練システム評価、訓練技法、訓練コース開発等を、主な調査、研究課題としている。本センターには研究員が配置される、教員は配置されない。企業、新分野展開支援センター。 愛称、創業サポートセンターは、政府の総合雇用対策の一環として2002年、平成14年1月に設立された。独立して、創業を検討中の個人等や、新たな分野への進出を検討中の事業主を対象として、これらに関する相談や公的支援等の情報提供、必要な人材育成、技術的な情報提供や、 課題の解決などについての支援を行う公的機関であった。職業能力開発総合大学校の教員による公開講座や技術的課題のアドバイス、各種の専門家、中小企業診断士、技術士、公認会計士、税理士、便利士ほかによる企業等に関する相談業務を行った、保企業家養成セミナー、創業支援家、3ヶ月訓練。 公共職業訓練も実施していた。2010年、平成22年3月31日で、本センターが業務終了となった。関西企業、新分野展開支援センター、愛称、関西創業サポートセンターは、政府の総合雇用対策の一環として2003年、平成15年7月に設立され、関西地方において、企業、新分野展開支援。 専と同様の業務を行った。職業能力開発総合大学校や近畿、職業能力開発大学校等の教員による公開講座、さらに近畿圏の職業能力開発大学校や職業能力開発促進センター等を加えての技術的課題のアドバイス、創業に関するセミナー等を実施していた。2010年、 平成22年3月31日で本センターが業務終了となった。基盤整備センターでは職業能力開発の実践に必要な調査研究を行っている。日本の製造業の競争力向上を目的として2003年平成15年4月に厚生労働省の要請により技術経営の調査研究を開始し開発されたカリキュラムが 総合的ものづくり人材育成コースである。ものづくり力、技術、技能、変革、推進力、リーダーシップ、指導能力、マネジメント力、経営的知識、感覚を兼ね備えた生産現場のリーダーを育成する。2005年、平成17年秋よりスタートした。大学校公認学生団体として、文化系10、 体育系21の合計31団体がある2008年、平成20年現在。学園祭は、農開祭と呼ばれ2008年度、平成20年度で第16回目の開催となる。長期課程及び研究課程の卒業、終了後の進度に関する制限はない。職業訓練指導員としての就職先には、独立行政法人雇用、 能力開発機構、独立行政法人口令、障害者雇用支援機構、都道府県立の公共職業能力開発施設、法務省の強制施設、刑務所、認定職業訓練を行う民間企業の職業訓練施設がある。1998年度、平成10年度以降の職業訓練指導員への就職率を見ると、2000年度、 平成12年度までは50%以上あったが、2001年度、平成13年度以降は36.6%、32.8%、14.6% 32.、12.9%、12. 8.3%、2005年度、平成17年度と低下し、その後、10.1%、20.2%と上昇に転じた。なお、 公表された2008年度、平成20年度の職業訓練指導員、内定状況によれば、職業訓練指導員としての内定を得た者は68名であった。内訳は、独立行政法人雇用、能力開発機構が31名、独立行政法人高齢、障害者雇用支援機構が1名、都道府県の職業訓練指導員職が2名、法務省職員が11名、 認定職職業業業訓訓練練を行う企がが22名名法人が1名である東南アジア諸国との政府間協定により、長期課程では1992年10月から、東南アジア諸国の国費留学生を毎年16名、研究課程では2001年4月から毎年2名、受け入れている。帰国後は、 各国の職業訓練指導員として出身国の人材育成を行う。特殊法人統制理合理化計画、平成13年12月19日閣議決定により、特殊法人であった雇用、能力開発機構は独立行政法人となり、2003年度、平成15年度から2006年度、平成18年度までの第一期中期目標期間において、 常勤職員数の600名削減を目標に掲げた。その結果、2003年度、平成15年度には4名、2004年度、平成16年度には155名、2005年度、平成17年度には154名、2006年度、平成18年度には137名、合計で450名が削減された。本大学校の長期課程は、 職業訓練指導員の養成が目的であるが、このような行政改革等の影響により、同機構の職業訓練指導員の採用数が削減された結果、2001年度、平成13年度から2006年度、平成18年度までの間に、多くの卒業生が民間企業に就職している点に対して、各所から以下のような指摘を受けた。総務省の政策評価、 独立行政法人評価委員会は2005年平成17年11月平成16年度における独立行政法人の業務実績評価に対する意見を公表した。この中で職業能力開発総合大学校の卒業生における職業訓練指導員への就職実績が2004年度平成16年度は1割程度であることを指摘し独立行政法人雇用 能力開発機構に対して、卒業生の職業訓練指導員への就職状況を把握、分析、評価し、今後のあり方の検討に資する評価を行うべきであるとの意見を示した。会計検査院は、2007年、平成19年9月、会計検査院法第30条の2の規定に基づく、報告書、特殊法人等から移行した独立行政法人の 業務運営の状況についてを公表した。この中で職業訓練指導と関係のない企業等に就職する卒業生の割合が年々増加し2005年、平成17年、2006度、平成18年度では長期家庭卒業生の大半9割となっていることに、つい、並びに一般入学試験の応募倍率が長期家庭で約3.9倍2001年度。 平成13年度から約2.6倍、2006年度、平成18年度、研究過程で約1.9倍、2001年度、平成13年度から約0.4倍、2006年度、平成18年度に減少していることについて、それぞれ指摘している。これを踏まえ、が、独立行政法人雇用、能力開発機構には必要であると、 国会及び内閣に対し報告した。独立行政法人整理合理化計画、平成19年12月24日、閣議決定において、職業訓練指導員の要請の需要に応じて、訓練科の再編や学生定員の削減などの組織の抜本的見直しを行うことが、独立行政法人雇用、能力開発機構関係の計画に盛り込まれた。これを受けて、 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令、平成20年厚生労働省令第61号、平成21年4月1日施行により、長期課程については7課、定員200名から4課、定員120名に再編された。雇用、能力開発機構の廃止について、平成20年12月24日、閣議決定において、 独立行政法人雇用、能力開発機構は廃止し、職業能力開発業務は、独立行政法人高齢、障害者雇用支援機構に移管、その他の業務は廃止または、独立行政法人勤労者退職金共済機構等へ移管することが明記された。その中で、職業能力開発総合大学校については、職業訓練指導員要請のあり方、 コストパフォーマンスを抜本的に見直した上で、ものづくりに関するセンターオブエクセレンスとして、企業の競争力の強化に資する取り組みを行うと、された。長妻昭厚生労働大臣は、相模原キャンパスの施設,設、設備を売却し、教職員及び学生を東京都小平市の東京港に移動させる方針を、表明した。また、平成21年11月の、 行政刷新会議による事業仕分けの結果を受け、厚生労働省は本校の売却について主務官庁として正式に検討することを発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。